AP 通信、ノーク、シカゴ大学調査研究機関の世論調査によりますと、アメリカ人の4分の3近くは、有権者が投票する前に写真付き身分証明書を提示することに賛成していることが分かりました。3月26日から29日の間に行われた、この調査に参加したアメリカ人の72%は、すべての有権者が投票する際に、写真付き身分証明書を提示することを義務づけることに賛成だと答えました。 また14%の人が賛成でも反対でもないと答え残りの13%の人は反対と答えました共和党員を辞任する参加者の91%が身分証明書の義務化を支持しています無党派層では72%民主党を辞任する層でも56%が投票に身分証明書を必要とすることに賛成と答えています Facebook は ララトランプ氏がトランプ元大統領に行ったインタビューを永久に削除したことを受け、ララ氏は4月1日に、この言論封鎖は、通常、共産主義国の慣習であると指摘しました。ララ氏は、これは私たちが望んでいる国ではなく、共産主義国で起こることだとし、彼らはドナルド・トランプ氏を消し去りたい、トランプ氏の存在を忘れさせようとしていると付け加えました。エリック・トランプ氏は Facebook がララ氏に送ったメールを披露しました。 メールにはこう書いてあります。ララ・トランプ氏のフェイスブックページから、トランプ大統領の演説を取り上げたコンテンツを削除したことをお知らせします。トランプ氏のフェイスブックとインスタグラムのアカウントのブロックは一貫しています。我々はトランプ氏に関するコンテンツを削除し、そのコンテンツを投稿するアカウントへ追加制限を加える予定です。このガイダンスは、トランプチームおよび元代理人を含む、すべてのキャンペーンアカウントおよびページに適用されます。 バイデン氏は、4月2日に国会議事堂で発生した暴力事件で、国会議事堂の警察官が死亡したことに哀悼の意を表明しました。しかし、容疑者を非難しませんでした。ブライトバートニュースによりますと、バイデン氏は声明の中で、議事堂警察のウィリアム・エバンス氏が殺害され、もう一人の警察が重傷を負ったことを受け、心を痛めると述べました。しかし、彼は容疑者を動機づけたと思われるイデオロギーには言及しませんでした。 報道によると、ノア・グリーン容疑者は、自身のフェイスブックページで、ファラカンの信者と名乗っていました。グリーンは自身のフェイスブックにこう書き込んでいます。しかし、アラーが私を他のことに選んだため、その道は妨げられた。人生において、私は目標を設定し、それを達成し、さらに高い目標を設定し、そして、それらを犠牲にすることを要求されてきた。これはバイデン氏が就任してから、2回目のジハードアタックです。 前回はコロラド州ボルダーでの銃乱射事件でした。アフマドアル・アリウィ・アリッサ容疑者も、フェイスブックで同様のコメントをしていました。しかし、グリーンの襲撃を非難する代わりに、バイデン氏は1月に彼の当選に抗議して議事堂を襲撃したボートに触れました。 バイデン氏の声明の中で、議事堂で働くすべての人々、そして議事堂を守る人々にとって、今がどれほど困難な時期であるかを我々は知っている、勇気ある議事堂警察官の死を痛み、私はホワイトハウスの旗を反旗にするよう命じたと述べました。ニュージーランド作家、映画プロデューサーかつ講演者、トレバー・ラウドンは、エポック・タイムズ紙の投稿でこう書きました。今は年代の再来だ。 アメリカの共産主義者は今、中国共産党をソビエト連邦共産党と同じように扱って、奴隷のように中共に漂順している。アメリカ共産党は、かつて恥ずかしげもなく、ソ連共産党に従属していたが、今ではその忠誠心を完全に中共に移している。3月10日、米共の高級代表団が中共の高官とオンライン会議を開いた。 米共の公式ウェブサイトによると、米共の国際部と中共・中央対外連絡部は共同会議を開き、中共の100周年を祝い、話し合ったという。米共は2019年2月28日に北京で開催された人類運命共同体の構築と世界における社会主義の発展をテーマにしたマンジュフォーラムに参加した。演説はカン・ブロン氏が準備したが、体調不良のため、オハイオ州のアレナ・スタークス氏が行ったのだ。 この度は、帰国の様々な重要な動きを学ぶために、我が党をお招きいただきありがとうございます。中国の特色ある社会主義の構築に向けて、皆様のご活躍をお祈りいたします。2018年5月26日から6月3日にかけて、米共のジョン・バクテル主席とキャロル・ウィドム氏は中国を訪問して、カール・マルクス生誕200年大会に出席した。 米共党員の中には、中国で中共のプロパガンダ路線を推進する仕事をしている人もいる。彼らの文章は、1930年代、スターリン政権下のソ連の偉大な業績を億面もなく褒めたたえた、欧米のおべっか使いを思い出させる。ヒューストンの共産主義者、イアン・グッドラム氏は、チャイナ・デイリー氏の北京特派員兼デジタル編集者だ。 ボストンの過激派ディラン・ウォーカー氏は、米教のウォルデン労働者クラブのメンバーであり、北京語源大学で国際政治学を学ぶ大学院生だ。2017年10月14日と15日、ウォーカー氏とボストンの共産主義者であるアディ・ハラビ氏は、北京で開催された中国社会科学院主催の第8回世界社会主義フォーラムに参加した。 同月、ウォーカー氏は中共の機関紙、環球時報に、2012年に初めて中国を訪れた際に、中共の元指導者毛沢東の考え方に感銘を受けたと語った、共産主義は、最も先進的で理想的な社会、政治システムだと思う。誰もが基本的な福祉や権利を得られるようにしたいのだ。初めて中国に来たとき、中国語と英語の毛沢東語録を買った。アメリカに帰ってからも毎日のように読んでいた。 授業中も手元に置いておき、授業後も時間があれば読んでいた。これらの名言を学んでいなかったら、アメリカ共産党には参加していなかっただろうね。だから、毛主席と中共は、私の心の中で特別な存在だ。